イベント決定。1月25日セレナっていう場所で、セレナ新しい会場です。詳細は下に概要欄で貼っておきます。はい、チェックしてみてください。チェキラチェキラ SE サンタクロース。いやいやいや、サンタクロース、サンタクロース、急にツイッターでバゴンって応募して、僕たちがサンタになってクリスマスの数日後にまたプレゼント渡しに行くっていう、おお、心温まる企画。まあ、なんと2000人以上の応募いただきまして、おお、2000人すごいな。から選ばれた1名様の家にもう直接行ってプレゼント渡すっていう、YouTube 史上全然未聞の企画をやりまして、その方決まりましたので早速ね、行こうと。もう行く、もう行っちゃうんすか。もう行っちゃう、行きましょう。女ってやめろ。ツイッターで急にこういう風に大型な企画が始まったりするので、ツイッター、インスタ、TikTok って SE や他にやってる SNS なんで、そうだね、この3つぜひ概要欄からフォローしておいてください。よし、はい、これ行きましょう。おい、はい、レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。はい、ということでサンタ向かってます。サンタ怖いな、おい、いかついやろこのサンタ。じゃあこのサングラスが怖く見えるだけだから、じゃあこれどう入ってるから。サンタ企画当たった人待っててください。待っててね、超楽しいじゃんこれ。でっかいトナカイが運転してます。はい、ということで、はい、SD サンタが到着しました。到着しましたよ。我々が初サンタとして幸せを届けに行くわけなんです。いい企画ですね。もう一分とかに入れると思うので、プレゼントも買ってあるので、まあ、幸せになっていただければ。夢があるこの企画は、本当に夢しかない。行きますか。行こうか。いやー、どうすか。俺ってエンターテイナーだからさ、ホスピタリティマネジメントがすごいから。うわー、聞いたことない名前。わからないでしょ。わからない。ホスパイ、おもてなしの心。おお。まあ結構ね、僕ね、あの悪い顔してるんですけど、人を楽しませたい心はね、人の100倍ぐらい持ってる。ああ、こういう極悪人面のやつが一番。極悪人面でもね、言いすぎやろ。いたーいたーいたー。どうもー、どうもー。はい、ということで、はい、やってまいりましたわ。はい、捕まるから。どうですか、まだ謎い。まだ。こうなりますよ。こうなるのを楽しみっていう変な人なんで。これ家入って大丈夫なんですか。大丈夫。じゃあちょっと家。弟の部屋にちょっと入ります。家入っていいの、やった。今日はここで一泊ということで。った写真でも撮りましょうか。じゃあ思い出の一枚。なんか要望あります。できることなら何でも。好きな人とハグとかね。汚れた動画にしないでもらっていいですか。俺の全力の心だけの動画7割くらい一緒もいない。逆に誰推しなんですか。おお。あいつら絶対触んない。打ち込みしたら何で。ありがとう。あ、冷たい。温めてください。メリークリスマス。おめでとうございます。おめでとう。ありがとうございます。わ、とりあえず座っていい。優しい。あ、優しい。推しのノリになんか聞いときたいこととか、モノマネしてほしいとか。あ、レックスのモノマネかやってるから。おお、バツ。共演もレックスやった方がいいんじゃない。なんか励ましのメッセージだね。できねえだろこれ。先生20だもん。そうだってもう高卒っすよこれ。新卒で。じゃあアドバイス。迷ったら自分が笑顔になれる道を行きましょうですね。お、帰っていいですか。群馬県の県庁わかる。え、これマジ当てていいですか。うん、高崎。たお前橋です。はい、やった。バイト、バイト、そうそう、バイトとか。じゃあアナコンダとか好き。好きです。なに、嘘つけ。イベントは来る。応募しました。おお、おした。いやー、動画見てすぐ。じゃあイベントで会えるかもしれない。レイちゃんが当たること。またイベントで会えたら感動する。みんな身長いくつなんですか。動画で見てたより全然高かった。特に高坊さんとか。178あるもんね。そんなはないでしょ。174で顔の長さ174。そんなねえだろ。ほぼ顔やないか、これ。何か気持ち悪い。おかしい。これ164。ちっちゃい。チビデブハゲブス。もうハゲ上がってきてる。どうですか、京平さん。無駄遣い。私物ない。なんかあげる。あ、マカオのお金あげようか。あ、それを記念になんじゃん。あ、そうだ。見てください、夢のある動画で現金渡します。サインとか書きます。あ、サインね。あ、サインやそうだね。なんか書くものせっかくだから。いいですか。逆に並んじゃう。何この段々な感じ。
もう心残りはありませんか？ないかです。よし、じゃあ ST サンタからプレゼントがございます。おこちらね、ST サンタからです。はい、あプレゼントでーす。メリークリスマス。開封。ミッキーさん。ミッキー。ミッキーでーす。今日から ST サンタだと思って、はい、はい、初のね、リスナーさんの家に行くというロケでございました、はい、高評価たくさんいただきましたら、来年もクリスマスにちょっとサンタに なっていこうかなと。もっともっとサプライズ仕掛けて日々リスナーさんへの感謝をね、形にしていけたらと思います。はい、ということでチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、大好きなのりさんからね、ラブラブのハグが。あ、こんなん捨てていいかはい、ありがとうございます。ありがとうございます。よかった、よかった。満足でしょうか？ありがとうございます。イベント来てね。なんだこの遠距離恋愛の最終日みたいな。はい、ということでじゃあお別れですね。お別れですわ。寂しいな。寂しいですね。ね、絶対もっと寂しくなるから我々 ST スタジオは世界で一番ファンとの距離を大切にしていきます。していきます。どうも、サンタです。まだ謎い。まだこうなりますよ。写真でも撮りましょうか。じゃあまず写真。そうだね、まずね。はい、チーズ。